こんにちは、書家の林拓央でございます。これから少し書道についていろいろなお話をさせていただこうと思っておりますが、今日はまず最初に書体について少しお話しいたします。書体というふうに言うと皆さんどんなことを思い浮かべられるでしょうか。なんかよくわかんないそんなのとおっしゃる方も多数いらっしゃるかと思いますけれども、今日はその中で代表的な書体の3書体というのをちょっとご案内していきます。書体というのはその書いたものの文字の形ということなんですけれども、皆さんが一般的に小学校の時から習われて、使っていらっしゃる形が楷書という書体です。こういう全く崩さない形ですね。これが楷書という書体。そしてそれが少し崩れた形、これがこの行書という書体です。少し崩れていて、これがこういう風なので書いてあるとちょっとかっこいいな、特に、お名前なんかが行書で書けるとちょっとただもんじゃないぞ、そういう風な雰囲気が出せるような書体です。それからもう一つ、その行書の形よりもさらに崩れた形があります。それが草書というこの書体です。これは草の書というのをここで、草書のその草書の形で書いたものがこちらになります。これは草の書というふうに書いて草書と読みます。この草書がさらに崩れた形がひらがなになったりしているんですね。ひらがなとかカタカナとかっていうものはまた別にお話をさせていただきますが、まず今日はこの漢字の中でも大きなその3書体というのが今、示した楷書、行書、草書という書体です。その他に篆書と隷書というのがあります。これはよく皆さんがお使いになっていらっしゃる、このお札ですね。今日はたまたま私千円札しか持ってないんですけど、いつもは1万円札をたくさん持って歩いてるんですけれどもね、このお札はどのお札でも共通です。どのお札でも共通のここにある日本銀行券1000円あるいは5000円1万円というところですね。それから日本銀行というふうに下に入ってますが、こちらが隷書という書体です。これは非常に古い書体なんですけれども、それよりもさらに古い書体があります。それが篆書という書体で、こちらに、赤く印がありますね、ハンコ。ここに使われているものが篆書という書体です。これお札の裏側にもあります。ここに赤い、ハンコがありますね。これが篆書という書体。ちなみに、こちらの表側に書いてあるのは、総裁の印というふうに書いてあります。このハンコ裏側は発見局長というふうに書いてあります。それぞれこれは今実印なんかで使われている書体だったりしますけれども、なんでこれが実印なのかっていうと、これは昔々のその中国の古い歴史の中から生まれてきているものなんですが、秦の始皇帝、紀元前221年に中国を統一した秦の始皇帝が一番最初に、文字を統一して、その時に使った書体がこの書体で、皇帝が使った書体なので非常に神聖な文字というふうなことで、中国でもその篆書体というのは皇帝の文字というふうに大切にされてきたんですが、それがそのまま日本にも脈々と流れておりまして、今でも実印はなんとなくこの書体だと落ち着くというふうなことがあるんではないでしょうか。それが、一応大きな書体です。その他に日本ではカタカナとかひらがなとかというのが、その漢字の中から派生してきましたけれども、これからまず、主に書道で扱っていくのは先ほどお話ししたこの楷書体、そして、ちょっと実用文なんかでは便利なこの行書体、そして、こんなので作品を書いちゃうと本当にお主できるなというふうな感じのものなんですね。で、この草書体というのは実は意外と簡単です。しかもちょっとアーティスティックに見えたりするので、こういう書体でちょっとした作品を作られるというのも、素敵な文字ライフの一つになるかと思います。今日はまずそんな書体のお話をさせていただきました。次回は筆の使い方をお話しさせていただきます。